市村光一郎君。委員長。市村光一郎君。はい、日本維新の会の市村でございます。今日またよろしくお願いいたします。ですまず最初にいわゆるアベノマスク、布マスクということで政府の方は表現されておられますが、その活用につきましてちょっとお話をさせていただきたいと存じます。ですね、これは昨年の予算委員会でもですね、保管料が結構かかっているぞということで、総理の方からもうこれはじゃあ廃棄ということにするという、話があったところから、今日を迎えているということだと思います。でその昨年の暮れでありますけどですね、ちょうど私はそのニュースをたまたま見てましたら、このような、写真ですね、こういう産着なんです、産着、このような写真をが、ニュースに出てたんですね、このような産着が。でこれは本当にもったいないと、すなわちこのマスクを本当に廃棄するのはもったいないと、こうやって使えるのにという提案といいますか、お話をされた方がおられたということで、でそのニュースを見て、それは本当にしみじみとほどものとするニュースだなと思っておりましたら、なんと私の地元の、お辻さんという方が、川西というところなんですが、これを、作って、これ今、このちっちゃい方は、そのいわゆる布マスクをですね、5枚ばらばらして作ったちっちゃいやつですね。で、ちょっと大きめのやつ、これ6枚でこういうのは作れるんですと。で、このそもそもこれ布、いわゆるガーゼなんですね、ガーゼ。大変しかも質のいいガーゼだというふうに、そのお辻さんはおっしゃっておられました。で、本当にもったいないと。こういうことで、このいわゆる布マスク、アベノマスクをですね、やはり廃棄せずに、やっぱりしっかりと生かしてたらいいんじゃないかと、活用したらいいんじゃないかということで、ご提案が、あったわけであります。で、そこでですね、結局、1月14日に締め切りということであったのが、28日まで、それで延長されて、約8000万枚の、いわゆる廃棄処分をされそうな、だったマスクが、いわゆる2億8000万枚もの、応募があったということで、あったというわけであります。この間ですね、おそらく厚生労働省の国の皆さん、本当にもう寝ずに、おそらく暮れから今日、またさらにこれからまた1ヶ月間ですね、その配送まで含めて、大変ご苦労があると思いますが、その状況を見て、ちょっと厚生労働大臣から一言お言葉いただけない。足立、お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さないからね。おいらは足立を許せない、俺の回し蹴り受けてみな。足立、お前という男は嘘、それに暴言、あたいは許さないからね。おいらは足立を許せない、俺の回し蹴り受けてみな。